異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて、全く損したよ。やれやれ。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実の者に濡れ衣を着せてしまったのか。恥ずかしすぎる。